って言っただろ。来ない方が良かったの。助かったぜ、サツキ。うん、来た、右へ。オーケー。逃げないのか。後ろからやられるよ。それじゃやるしかないな。
45秒。わかった。へい、お兄さんこちら。行くぜ。はい。走るぜ。オッケー。繰り返し警告します。 ID カードを提示するか速やかに退出してください。来いよ化け物。来なさいよ化け物。30秒。サツキ、最後はあれで締めるか。あれって昨日のラストシーン。うん、最高だね。サツキ、ソイチ、最後の警告です。速やかに退出してください。行くぜ。サイチ、
します。見るな。もう大丈夫だよ。まさかお前に助けてもらう羽目になるとは思わなかったぜ。ナスティーボーイも焼きが回ったな。それが命の恩人に向かって言うセリフか。俺一人でも勝てたぜ、あんなの。まあスリル楽しんでたんだ、スリルを。さつき、まあそんなことはどうでもいいとして、ずらがるか。さつき、いいだろう、もう。すまん。これみんなに知れたらナスティーボーイの株落ちるだろうな。まあな、ケチくさい泥棒娘に助けられるなんてな。ケチくさい泥棒娘じゃない。じゃあなんだよ。分かってるくせに。ナビ。それもいいけど、もう一つの方。分かった分かった。恋人。ナビで。恋人、それでいいだろ。
き。助けに来たぞ、ナスティーボーイエンガー艦長さん。全部が全部終わっとるわ。そうなの？っていうかあんた、全部終わったの見てやってきたんだろうが。バレた。この。総一、ダメだよ。艦長さんの悪趣味のおかげで助かったんじゃない。今日のところは我慢しておかなきゃ。あ、悪趣味？わしはさつき、そりゃ言い過ぎだ。とりあえず感謝の気持ち、ゴー。うん、了解。いやー、さすがさつきちゃんじゃ、大活躍。バッチリ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 。任せてよ。頼りにならんだな、もつと。頼りにならんの。先が思いやられるわい。本当です。はあ、思いやられる。んなことより、特殊部隊はどうなったんだよ。うん、それじゃ、脱出するぞ。脱出？わしの大切な宝物を踏みにじるような奴らに一泡吹かせてやるわい。ついてくるのじゃ。オーケー、とりあえずずらかろ。だね。その前に、艦長。ん？なんじゃ。その剣は魔剣です。諦めましょう。もったいないがの。人が手にするものではありません。草薙の名は伊達ではないということか。だからこそその名を得たんでしょう。あまりにも多くの力を、多くの思いを、多くのエネルギーを受けすぎました。もう生きてます。俺たちではコントロールできません。そうか、美術品には稀に起こることじゃな。だジョコンダもそうですね。うん、じゃが、それではまた。いずれ使いこなす人間も現れるのではないですか。俺たちではないだけです。それもそうじゃな。では諦めるとするかの。はい。
いけますね。お？な、何をしでかす気ですか、艦長？でだな、本当は脱出をスムーズにするための目くらましじゃな。爆発をあいつらのせいにして新しい保管庫を建てたいんですね。ドキ、そんなことは思っとらん思っとらん。人から2000円札を手渡された時に邪魔だなと思うほど思っとらん。でもいいんですか、荒らされちまったとはいえ結構な量の美術品がまだ。ガラクタは全部ガラクタ。いざらなんかわしの焼いたものは当たり前じゃの。昨日連絡受けて、こりゃ保管庫が専業になるわと職員総出で引っ越し作業じゃ。貫徹じゃぞ。たく年寄りをいじめやがりよってからに。はあ。でもほっとしました。大吾が壊しまくってるの見ながら何億すんだろってビビってて。うん、じゃが。オークション解除が抑えられてしまってな、今宵の宝物はごっそり奪われていってしまったよ。動物像なんて惜しかったですね。96番じゃろ。さすがサスキちゃんじゃ。草薙の剣を除けば今宵の最高落札じゃものな。おそらくは五世紀もの、まさしく国宝級のお宝じゃぞ。あんな奴らの手に渡るぐらいなら私が買えばよかった。あたしがじゃねえ、俺がだ。同じ同じ。実はそれはほれここに。もんパチリに行っとる暇があったら剣取りに行け。剣を行けたらどうしたる。え、あ、すり替えだ、おっさん。やつらには贋作渡すおつもり。いや、渡ったのは贋作。この人、元日本一の贋作師。へぇ、まあ、良いではないか、良いではないか。そんな細かいことは。1億の取引が細かいことか。じゃあそれはタダで手に入れたもの。
国宝級のお宝だから入手にも数百万はかかってるだろうが、1億儲けてるからな。ただみたいなもんだ。ちょだい。いきなり物欲ボンバーだな、お前も。だってあんな怖い目に遭わされたんだもん。このぐらい回収しとかないと。泥棒か。そうだよ。ねね館長さん、私のパパ仏像マニアなの。親孝行に。お前の父親は神官だ。っていうか普段おとんって言ってるだろ。違うよ、普段からパピーって言ってるよ。お前のおとんは子犬か。親孝行と言われては心も揺らぐが、1億くだらぬ国宝以上のお宝をただでというわけには。パンツなら今脱ぎます。もっしゃー。冗談だよ。そうそう、ほんのこじゃれたパーリージョークではないか。あんたたちのは冗談に聞こえないんだよ。というかいい加減脱出するぞ。そろそろやばいぜ。そうじゃな、商談は後じゃ。じゃ、その代わりに。あ、これ。大爆破。そうだな、怖い目合わされたんだ。そんぐらいやらせてもらえ、サツキ。楽しみにしてたのに。よし、お返しだ。やっちまえ、サツキ。うん、じゃあ行くね。ふっふっふ、愚か者どもが逃げ惑う様が目に浮かぶようだわ。余計なセリフは入れんで。ではドカンと一発。ポチッとな。あれ、不発か。ポチッとなは人差し指だっけ。そんな問題じゃないだろう。電波悪いんじゃないか。もう一回押してみろよ。うん、ポチッとな。ポチッとな、ポチッとな、ポチッとな。ダメくさいな。館長、これリモコン間違いじゃないでしょうね。今頃館長室のテレビがついてるとか。館長、伏せろ、サツキ。アホか、あんたは。日本丸ごと吹き飛ばすつもりか。心配はいらん。音と振動と爆風と
炎がメインのタイプだ。それ以外の何がメインだってんだよ。保管庫だけが吹き飛ぶようにセットされておる自爆装置じゃ。いい加減にしろ、この爆発マニア。何を？これを最高の芸術と言わずして何という。爆発は芸術じゃ。もういいです、さっさと脱出しましょう。了解だ。おっと、さつきちゃん、その高価な靴は脱いだ方がいいぞ。ここから約1キロ、下水道見学ツアーじゃ。あ、大丈夫、そいちがおんぶしてくれるから。てめえで歩け。あ、ごめん、そいちの大好きな抱っこ。死ぬか、いっぺん。不必要に熱いの。爆破の炎に愛の炎。源次郎、行きまくるな。 TPO を考えろ、ジジイ。残念じゃが、さっちゃん、直径1メートル、全員歩幅前進じゃ。行くぞ。ほれ、早く降りてきなさい。んじゃ俺から。エロジジイの考えてることなんか見えついてんだよ。仏像、お前もパンツ商談はいい加減にしろ。よく無事だった。ってお帰りなさい。さすがね。まあね。さつきさんが。やっほい。そうだぜ。さつきちゃんがいなきゃ今頃化け物にひねりつぶされてたんだぜ、総一。そうね、天下のナスティーボーイのピンチを救った脅威の新人ナビ、いきなり有名とどろくわ。普段の顔たるや、狙う獲物は刀剣一筋、単語のステップで夜の闇切り裂く少女だらば。絵になるな。
イチちゃんにはもったいない。たく、オールスター級のベテランが揃いも揃って突っ込ませるのはデビュー戦の新人かよ。情けないったらありゃしねえ。剣は持ってこれないわ。隊長にやられそうになって、謎も一つも解いとらん。情けないのは総一だ。すいません。いいですいいです、うちの旦那あんまりいじめてあげないでください。今日はちょっと調子悪かったんです。誰が旦那だ。ま、さつきちゃんがそう言うならしょうがねえな。そうね、このミッションはこれからが本番ね。今日は痛み分けじゃの、次は負け。じゃあま、総一、そういうこって俺っちは子供部屋に戻るわ。付き合うわヘディ、今夜の事件裏を取りましょう。ああ、嬉しいね、ついにその気になってくれたか。永瀬艦長もがっくりん。当然じゃキャツラに一泡吹かせねば、この永瀬腹の虫が収まらん。じゃあ俺も行くよ。情けないのは総一だ。はい。バカかおめえ、今日はやらなきゃならねえことがあるだろう。私ならそんなセリフ聞いたら刺してる。わしも僕年人じゃが、君肌じゃないぞ。違うんだ。俺ほらいつも短気だから、その癖でつい忘れてたわけじゃない。